なんと、渋谷に巨大広告が、紫輝くんの新プロジェクトがスタート。2月15日、サントリー水神ソーダが暴走。この時点で、新しいデザインが導入され、正式な発表はまだ行われていませんが、シンプルなハッピーバースデー画像から、新しい画像のキャラクターが平野仕様であることが示唆されています。 渋谷では彼の出演を宣伝する駅面広告が登場し、宮下公園入り口1階の文字焼き店の建物の壁は広告で埋め尽くされた。リリースページや新作情報ホームページにも彼の姿が掲載されており、ファンは期待と興奮が入り混じった気持ちで新作を心待ちにしている。この新たな展開により、サントリー水人ソーダの人気はさらに広がるだろう。しかし、ショーの名前はまだ発表されていないため、 購入を躊躇するファンもいるようだ。彼のファン層は広く、すでにこの製品を愛用している人もいますが、さらに多くの人が彼の名前が明らかになるまでの猶予期間を利用しています。さて、いよいよ話題の中心となったのは、平野紫耀だ。水神ソーダの CM に新ビジュアルキャラクターとして出演することが発表された。そのため、コンビニで商品を見かけると、翔くんの CM が出たら買いに行こう。という期待が頭の中で高まります。 新デザインの水人ソーダは一部店舗で販売されており、爽やかな味わいが愛飲家を魅了している。唐揚げや焼き鳥との相性も抜群で、今週末はその美味しさを堪能できそうだ。また、2月15日以降に大量の商品を購入するファンも多く、自分たちの影響力を誇示したいようだ。製品を手にしてワクワクしている人もいれば、発表後に購入を検討している人も多いでしょう。 来週末は翔くんの影響でもっと水ジソーダを楽しめそうです。昇格決定については、翔の地上波昇格が期待されており、ファンはその瞬間を心待ちにしている。黒髪に惹かれましたが、誕生日動画や渋谷の CM を見て、やっぱり翔くんが選ばれたと確信しました。ファンの皆様は、サントリーへの感謝の気持ちを込めて、新デザインの水ジソーダを購入することで、彼の魅力を満喫していただけます。 翔選手の影響力はますます拡大しており、今後の活躍が期待されます。また、2月15日以降に大量の商品を購入するファンも多く、自分たちの影響力を誇示したいようだ。製品を手にしてワクワクしている人もいれば、発表後に購入を検討している人も多いでしょう。来週末は翔君の影響でもっと水ジソーダを楽しめそうです。